いや、でかい。お、すごい。やっとオスです。やった。すげえ。見して。お、すげえ。いいねさん、おはようございます。おはようございます。極限掃除屋ナリーです。今回はですね、実はうちの若手のみっちゃんから、クワガタ取りに行きましょうというちょっとお誘いを受けてきました。で、ちょっと僕自体、クワガタって取れるのかっていうちょっと、疑問というか不安があるんですけど、まあみっちゃん曰く簡単に取れますよっていうんで、ちょっと一緒に同行してみたいと思います。ただいまの時刻はですね、4時ですね。みっちゃんを迎えに行った後にこのクワガタが取れるという森にみっちゃんと一緒に行きたいと思います。よろしくお願いします。みつきと待ち合わせ場所に到着しました。みつきが今から来ると思います。お、暗くて見えねえ。おはようございます。お、みつき、お、助手席回ってる、助手席。ちょっとね、おはよう、みつき。おはようございます。今日はどう、取れるの、クワガタって。本当に今日は取れると思います。昨日の夜で3匹は捕まえてるので。3匹はい。で、逃げたやつもいてですね。俺、ちょっとあれなんだけど、マジって感じなんだけど、本当に？あ、本当にいます。マジ？はい。多い時は10匹ぐらい取れるので。あ、そんなに取れるんだ。はい。あ、なんかめっちゃ楽しみ。よろしく、みつき。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、今、みっちゃんと向かっております。はい、これは何？クワガタ取りロードか、みっちゃん。あ、はい。あ、早速来ましたね。え？1匹です。メスのクワガタが。マジか。こっちに登って撮ってるんですよ。あ、ボガル。ボガルに来た。撮ってるんですよ。うん、はい。早速見つけた。もう持ってきたのか。そう、本当だ。こっちにメスの。ああ、いるね。ノコギリクワガタのメスがいます。ああ、落としたらこれバッタ分からなくなりそうだな。下にバッタトカ、トカゲがいるという。いや、もういいです。落としまーす。おう。あ、落ちた。さあ、どこ行った？こっちの方に回していきます。いたね。うん、あ、いた。いた？はい。お、メスのノコギリクワガタです。ほんとだ。ミッキーの手を置いてみて、みっちゃんの。はい、あ、メスだね。メスです、ね。おー、すごい。いるね、みっちゃん。はい、いますね。あんなすぐ捕まえれるとは思わなかったです。すげえ、さすが名人だな、みっちゃん。いたね、はい、しかも見つけるのが早い。マジか、はい、こんなすぐ取れるんだ。取れますね。メスなんで。びっくり、こんな今、はい、今もう本当に、はい、クワガタロードですねって言って、はい、すぐみっちゃんが3秒後ぐらいに見つけたんで、はい、これはちょっと今日大量かも、はい、すごいですね。一番マジか、平田クワガタが取れたらすごいですね。珍しい。そうなんだ、珍しいんだ。はい、じゃあちょっと、はい、見てみようか、みつきが。あんな簡単に取れるんだ。じゃあもういないから。これ下樹液がいっぱい出てる。樹液がいっぱい出てる。はい、どうぞ。全部樹液。今日ゴキブリが少ないんだ。あ、ほんとだ、皆さん樹液が樹液が出ておりますよ。これに集まってくるんですね。へえ、すごい。そうなんだ。ああ、仕掛け、なんか仕掛けの跡が皆さんありますよ。はい、わ、こうやって仕掛けするんですね。クモの巣だ。ちょっと見えづらいんですけど。じゃあ、早朝なんで、運動するかと思いますね。あ、ゴキブリがいた。クワガタと思いきやゴキブリでした。あ、でかい。クワガタと思いきやゴキブリ。でかいですね。
しかもちょっと大きめ怖い。お忍びしごきぶり。お車が来たらちょっとあれしないといけんな、はい、ライトが眩しいはずだから。ゴキブリが多いですね。ゴキブリ近いですね、今。うん。でっかいゴキブリが。ゴキブリが多いな。多いな。あ、なんか仕掛けの跡がまたありますね。何を仕掛けてたのかな、これは。期待大ですね。あ、クモさんもいましたよ。これは何グモですかね。綺麗なクモですね。あ、こっちになんかあれがある。あの、ほらクワガタのあの餌の入ったゼリーみたいなやつが落ちてるよ。仕掛けられてるね。はい、そうだね。これはこのクワガタロードはどのぐらい作る続くの、みっちゃん。これ下降りて反対側も全部です、ね、反対側もこれ結構だな。結構な量。最初の1本で1匹ってすごいね。あ、ここにもまた仕掛けがある。へえ、そりゃ取れるわ。あ、上の方にもなんかちょっとわからないんですけど仕掛けがありますね。あんなところまで登るの、どうやって仕掛けしたんですか。だからよ。人に取られたくなかったんだろうな。来てるんじゃない。この樹液の出方はなんか異常よね。樹液がこう下に垂れていってるんですけど、なんか普通の垂れ方じゃないんですよね。これ誰かが垂らしたんじゃないの。なんか変な、こう、くぼみというか、穴が。ほんとだ。この木すごいな。めっちゃ蜜がいっぱい。これ、え、自然？これは自然だと思う。マジ？いろんな木にあるんで。こんなにいっぱい蜜って出るもんなの？皆さん、これすごいですよ、この蜜の量。びっくり。これ明るくなったらクワガタってどこに行くの、みっちゃん。上に登ってくるの、下に。おー、でっかいムカデがいる。これはちょっと見えないけど。デイジ怖い。うわー、怖いわー。見えないけど、これではちょっと。はい、ここにも湿気があるね。はい、さあ、クワガタロード。お、どうした、みっちゃん。はい、あ、ライトが取れてしまう。あ、取れた。今、一匹か。はい。まだ見つかるといいけどね。そうです。一匹ですね。ちょっと、じゃーん。みっちゃん、ちょっと開けてごらん。お願いします。さあ、今、開始。開始して、20分。一匹ですね。ですね。はーい。あと。すごいな。だけど、はい、俺はもう取れたことにみっちゃん、ちょっと感動だよ。はい、他にもいたらいいね。はい。いたらいけよね。あ、いますね。いる。どこ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 。交尾してんのが2匹います。え、交尾？はい。よく見えるな、みっちゃん。あ、いたいた、動いてるわ。大丈夫、待ってください。交尾してるな。はい。棒で落とします。うん。ほんとだ、交尾してる。これ、だけどゴキブリっていう可能性もない。あ、これクワガタですね。オスが上に乗ってて。あ、マジ？よいしょ。落ちた。よく落ちたの見えるな。俺、全く見えないけど。あれ、どこ行った？これ落としても探すのが大変なんですね。そうだな。あ、いた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 。あ、メス一匹と、あれ、オスがどこ行った？これ、
おお、すげえ、オス。取れるんだ。あ、お店逃げたかな。お、なんだこれ、見つけ。見て、なんか警察のあれがある。地区が確かに。ねえ。警察。去年から。なんだろう。沖縄県警察。不思議な木です。なんか事故ったんかな。小さな特殊清掃員発見です。なんかの昆虫を運ぶ虫さんですね。おお、みっちゃん、カマキリがおるで。超そうだ、このカマキリ、超そうだ。おおおおおお、攻撃してくる、攻撃してくる。おお、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 おこれ、捕まえきれる、捕まえきれる、捕まえきれるのか。これ、どうしよう。いけるか。捕まえきれるんだ。すげえ。俺には無理。俺には無理だよ。よし。捕まえきれ発見。よし、逃がしてあげますか。バイバイ。おっと。バイバイ、カマキリ君。ありがとう。ミツキ、これ何か？炙るです。炙って何？やばいやつ刺されたら、はい、刺しますね。どっか持ってないの？なんかハエみたいな、でっかい炙か、はい、刺されたらやばいやつだ。結構怖い、結構怖い、超怖い。続きます。ミツキはどこに行くか。あ、こっちの方で、揺らしたらカワタが落ちてくるし、で、揺らしてみようかな。あ、揺らしたら落ちてくる気がある。はい、あ、オッケーオッケー、じゃあ行こう行こう。はい、じゃあ、みっちゃん。はい、揺らしてみよう。お、揺らしてみよう、はい。この木だったと思います。まあ、ここは落ちてきてもわかるね、場所的に。はい、他のところはわからない。はい、おい、登るんだ。はいはい。大丈夫か、みつき。みつき、大丈夫か、はい。猿みたいだな、おい。あ、俺も20年前はそれやったな。あ、落ちてこないか。昔こっち落ちいらしたら結構落ちてきました。へえ。落ちたかもよ。ボトってなんの、ボトってね。はい、おい、ミツキどうした？あ、すいません。その下掘ったら、うん、ノコギリクワガタが出てきましたね。マジマジ、見せて見せて。どこ行った、どこ行った。あ、登ってる登ってる。ミツキ、俺、カッカーお願い、カッカーお願い。これはそうよ。でかい。お、すごい。やっとオスです。やった。すげえ。見せて。あ、すげえ。いいねー。オッケー。やったね、ミツキ。はい。すごいの。すげえ。結構でかい肩。おーし。やったねー。はい。すげえ、ミツキ。よいしょ、これで3匹目かな。入れつきます。あれ、おう、あ、いるいるいる、すごい、びっくりした、逃げたと思った。3匹目だ。はい、こっちに引き入って3匹です。あ、オッケー、行っちゃいます。よいしょ、ういっ。いいね。ただいまの時刻は6時半ですね。はい、クワガタ取りを始めて2時間経ちました。じゃあちょっと結果の方を見てみましょう。でーん。3匹でーす。え、オスが1匹、メスが2匹。はい。まあ途中でね、オス1匹ちょっと逃がしてしまったけどね。そうですね。朝方で、2時間でこんぐらい取れた。いい方で。ね、2時間でこんぐらいね。はい、で、今日は6月の24?24 24ですね。はい。24。はい。早朝クワガタ取り、はい、結果は3匹です。3匹です。はい。でーん。